まだ行ってないとこ行くか。あ、そうだ、西の空洞とかさ、まだゲットしない妖怪いるんじゃない。ここは導き、あ、導きは、あ、導きもいるね。結構仲間にしてんだ。他は誰かいるかな。だらけと導きばっかかな。導き、導き、奥とかいないかな、妖怪。まだ見ぬ妖怪。この辺全部回ったのかな。何か道具があれば直せる。あー、これもういけないんだっけ。こっちこれ以上進めないんだっけ。なん、これなんとかしていけねえかな。ちょっと右あるじゃん。だってこうやってぐるっと回ってくんじゃねえのか。下のマップ見たいな。あそこのどうやって行くんだこれ。直せるものってなんだ。これで上げる、まず。はいはい。あ、そうか、こっちから上がればいいのか。あれでも、あっち突っかえてなかった。ここ行って。あ、行けたわ。あれなんで。あ、行けたわ、普通に。引きこうもり。あ、親方いる。親方はどうだ。あれ、いない。あ、いた。片乗り親方いる。片乗り小僧もまだ仲間やってないのか。親方何好きだろうな。ちょっと見てみようか。親方、ね、片乗り小僧がね、駄菓子だったのよ。だからね、親方もね、駄菓子だと踏んでます。どうだ、よし、親方来てくれよ。まあ片乗り小僧進化すればいい話なんだけどな。 S ランクになってるんだったらキュービーも欲しいよね。キュービーもそっか、こうあんのか。なんでやねん。違う、お前じゃない。形が三角だからおにぎり。いいね。特上のおにぎりあげようか。どうだ。おお、すげえすげえすげえ。ほんとだ、ごっちゃんですって言ってる。大正解じゃん。8割 S ランク妖怪の入手方法は覚えてると思います。おお、頼もしい。素晴らしいな。土俵際出たね。土俵際。じゃあもう君にはイクラおにぎりをあげよう。どっちか来てほしい。せめてどっちか。両方に媚び打ったからどっちかが来る。もう片方落ちてもね、片方面接落ちてもね、片方で受かりゃいいんですよ。あ、いや、そい、どっちあげた子かな。どっちのおにぎりあげた子か分かんないけどね。明日は友達になって毎日稽古じゃ。どうすこーい、どうすこーい。富士の山か。富士山米。寿司三昧っぽいでしょ、ポーズが。あ、解放妖怪だ。仲間の説明見てなかった。一度相手にすると聞いてもいないことをうんざりするほど長々と説明する。嫌われ者の妖怪。本当に嫌われてるやつの説明文章。来た。雪国からやってきたんだ。そうなんだ。相撲大好き妖怪。雪国、これモンゴルってこと。これ氷の上で鍛えた足腰で驚異的な土俵際の粘りを見せる。え、俺これ日本の山だと思ってたわ。これ雪国からやってきたんだ。お、またチャンス、また親方チャンスあるけど。左奥、あ、これか。ここから見える、これか。それがレバーなんだ。こっちか。さっきスルーした、これ。あったわ。はっはー、ここか。で、これをガシャンコして、で、これ乗ると、なんで？全部名前七広はしないぞ。わけがわからないから。池七広で全員動いちゃうから。俺かなってなっちゃう、みんなで。あ、来れたわ、こっち。そういうことか。全然仕組み分かってなかったわ。覚えてないもんだね。で、こっちは何もない。ぎっくり男はこのマップで来ます。ははは。ポンプだから親方も取らなきゃいけない。親方はね、正直、片乗り小僧から進化させればいいと思ってるんだけど、待てよ。合成っていう概念あるか。あれ、
あるな。合成の片取り親方とダンベルの合成はこの時代あるのか。まず来た、頼む。うわ来た。いやお前じゃないのよ。ちょっと分かんなくなっちゃった。全員ハート入ってる。分かんなくなっちゃった。こうなってくるとさ、頼む、ぎっくり男来て。さすがにさすらいのハートはリンゴ飴を上回らないはず。さすがに。あ、親方ダンベル来たわ。うん、親方も来たわ。片塗り親方、声高っ。ソプラノ親方ですね。これすごい走ってますけどさてと、こっからね、プロのね、うどんの見せ所ですよ。これね、宝箱の裏を回れそうなんだけど、これね、回れないんで、左にクイックターンですね。いきます。ここ、完璧です。このマップマジで記憶にねえなあ。あ、深い感ポケットしたわ。ダンベル来なかった、じゃ親方来なかったけど、ダンベル来たから小僧とね合わせて進化できるね、やったーなのよ、流れとしては。なんで一緒に来ちゃうかな。うわ、ここも複雑だな、だいぶ。お、あ、引きコウモリはね、用なしですわ。あ、なんかあるか。なんもないか。え、なんか、え面白。いけるんだ、これ。わかんなくない、これ。オブジェだ。絶対、壁に頬スリスリしなかったら気づかなかったぞ、今。気づきやがっちゃったぞ、おい。気づきやがっちゃったぞ、これ。デバッカーになれるかもしんない。ここ。気づいてる人少ないんじゃない?これ。こんなとこ。まずここに全然来ないし、人。まずこのさ、来ないでしょ、みんな、ここ。なんかある?え?親方の油?これが、最初のところの、トロッコ直す道具ってやつじゃない?これ。錆びて動かない機械にこれを刺せば簡単に動かすことができますよ。やっぱそうだ。え、ぎっくりね、来なかったよ、ぎっくり。え、ぎっくり来なかったぞ。リセマラ必須?おお。え、あいつ、待って、今の、待って。あいつ、あれ?消えた。お、来た。お前はどっち?じゃあこれ親方なのよ。お前も親方か?あ、飛び出てくる。この髪色は親方だね。ちょっと見るか。こっちは、お、なんだここ。あ、宝箱か。おっと、また見つけてしまったようだ。そこにあるぞ、宝箱が。おー、こっちっぽいね。こっちから、ここに隙間があり、いけるんですね。いけるんすわ。なるほどな。なんで気づかなかったんだろう、さっき。そんな気づきにくいか。いや、気づかねえわ、これは。これこそ気づかねえわ。面白。またも見つけたか。許せんな。お、来た!レバー動かして、で、これ乗ってくと。よし。あ、S ランク、え?ちょい待ち?非常時レバー倒す、大丈夫?倒しちゃって。いいのか?なんかいるな。え、電人じゃん。お前たちだな。あの秘密を嗅ぎつけてきた人間ってのは。バトル始まっちゃったよ。7人の小さいなってね。なんでだよ、7人。いや、もう電人仲間にしようぜ、この流れで。ギガヘルツ玉とかめんどくさいでしょ、絶対。何が好きなの?電人何が好きなの?ラーメン食う?スペシャルラーメン食っとくよ、とりあえず。来そうだな。ああ、まあ、バリバリごっくん。バリバリごっくん。
固めだったのかな、麺。確かに選べるとこあるけど。お、意外と強くないな。ねえ、伝人親方っていう名前がさ、ついてない。親方ってついてないのちょっと違和感あるよね。逃げられてしまいましたね。お、伝人エンジン来た。これほどない。もう、陰硬すぎ。さあ、S ランクなんで開けれるぞ。あ、で、これで今ので、トロコ問題解決なんだ。なるほどな。お、なんだここ。何このくぼみ。なんかありそうじゃん。あ、出れたわ。出ちゃった。あれ？脱出？あ、ここ。そう、ここ入れんだよな。なんだっけ、これ。お！花大地、いにしえの花。あ、これ、ダイダラボッチか。え？なんか起きろよ。なんだ？どのクエストだ？あ、ママのスッキリハブ忘れてた。てかさ、これどうやって取んの？あそこの宝箱。なんか取る方法あるよな。あ、それで、これ直して、直して取ればいいんだ。ここをこうしてあすれば、はい、トロコが直りましたよ。これ乗って、直って、宝箱取れるんだ。お、え？なんだ？やっぱり何もないみたいだね。おかしいですね。目の前に金銀財宝がというのが王道のはずなんですが。うむ、待ってください。うわ、来たー、来た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 。あんた初代で出てくるんかい、この妖怪。青べ、赤べですね。デスルーラ使えねえよ。1とか、1とかじゃなくて作品超えてしまってるから。強くね、さすがに。ちょっと待って。え、シスシス。え、シスんだけど、これ。え、どういうこと？おお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 、勝てる？え、勝てる？これ。あ、俺妖魔界のこと無限地獄って言ったかもしれない。来た、ブチギレモード。こいつ強いんじゃないか。皮膚気はやばいのよ、マジで。本当に強いのか。回復ありがたいけど。モテマクールってなんだっけ、君。何、どんな技だっけ。ちょっと強すぎない？あ、蘇生か。回復か。いや、もう。これどう勝つん、これ。お、お、お、お。お前サボると終わる。ババア。ババアさん、サボらないでください。よし、打った瞬間引くぞ。スイッ！間に合った。赤部大噴火。ジメリンボは効果が罰。膝膝く残ってるし。もうミリも削れてないやん、これ。10回目の敗北って言われたんだけど。あ、東の空洞どこ、これ。おーい、なんでだよ、これ。ちょ、頼むぜ、マジで。ちょっと戻して。非常にレバー倒して、トロコ戻ってきてもらって。おお、すごい勢いで届いた。速達。びっくり男もいなげり、青部赤部は出てくるし、もうめちゃくちゃだよ。この絶好調はまだ仲間にしてないから。で、この絶好調を、絶好調、絶好調で上げ上げかな。ルルフフフ。来ねえか。絶不調じゃねえか。お、Dランク。土の子の糞。ど、ステッカーにしか見えないけど。キノコね、これが。うまそうなキノコ。うわ、取り立つ壁ですね。フラワーロー、で、なんだっけ、花屋さんね。お花屋さんのキノコを始めましたね、これ。このクエストか。初代では S ランクの妖怪は割と多い。え、風民、西洋館、くしゃむしゃ。あー、で、そのくしゃむしゃが A ランクってくだりだった。くしゃむしゃ、え、くしゃむしゃ S な？
初代だけで差別化上がるために2からランクダウンさせられたってこと。どっちも S だったっけ。むしゃむしゃ A のイメージ強いな俺。え、何？来たスッキリハーブ。おい、何の変哲もなさそう。こういう何の変哲もないね草に限ってね、やばいの性能持ってんだよな。誰投げてくれたの？雪女かい。ママさんだ。ママさんが雪玉ぶち投げてた。ママさん、お抜け殻、お前抜け殻とふん一緒じゃねえかよ。どうなってんだよ。でさっきね俺クエスト見た感じ、土の子がいた証拠が3つ必要です。で今2つ見つけたんだよね。この辺で多分もう1個あんのよ。探しちゃおうぜ全部。スナイプうまかったな。雪女だよね。てかもう吹雪姫ってことじゃん。あの人どっかにいるんじゃねえかな。ウツボゲットしとくかこの辺で。先にさっき逃してて、それはガチの土の子ね。土の子の証拠が欲しいんだよ3つ。船降りランケンなんでこれだ。どうだ、土の子が通った。土もうめちゃくちゃ適当すぎ。もう全部ステッカーだっつの。楽しいだろ妖怪ナンパして。妖怪ナンパしてもね事件にならないんですよ。最高ですよね。お前ヨキシマウゴットぶち込んだろうかなこいつ。ヨキシマウどっかで使っても、ちょっとでもやっぱ D ランクだからね。でヨキシマウってなかなか手に入らないから、ちょっとまあ使わずにコーラでいくわ。うん、コーラで様子見。ヨキシマムはちょっとね取っとく。ほい、あーヨキシマムを持ってることがおそらく知られているため全然見向きもしない。もうちょモテまくるよくねえなこれ。モテまくるの配置変えよう。ダメだこれ。前衛に出そう。前衛にモテまくるでよ。もうモテを意識しすぎているパーティーにしよう。妖怪に法律はないのでどれも行けます。まあ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 、だ雪女に行っちゃおっかな。雪女狙っちゃおっかな俺。今夜雪女にアピールするわ。さあ前衛モテまくるがどう響くかですよね。スーパークロミツがすごい帰ってきたけど、うわ来ねえな。来ねえなこれ。すごいよこれ。マジで言ってる？来ねえですけど全然。でもってそこのさ、そこなんなんこれ。ここのここなんなん。乗れるかここ。え、下水なのか。いいえ、その発想はなかったわ。マジ？そう、俺もヘリコプターだと思っちゃうよ、やっぱ、スリーゼは。ヘリコプターだと思うんだけど。さっき拾ったガシャ引くか、教文。あ、シーランカンのある。誰誰？どこよ？どこの出し、どこの誰よ？探せ。この世の全てをここに置いてきた、ズキュキュンタじゃなくて、キュンタロならいいです。オークは百鬼神おばあ、あとは、え、マジ、モテモテ問題どうする？本当に。わかった、今日はね、不気味に引きます。お前不気味だけないじゃんけ。なんだよ。じゃあ薄ら影引きます。薄ら影だと確か虫歯伯爵なんで狙っていきましょう。うわー、おネクラマ天狗だ。とりあえず1日1回から埋めよう。おネクラマテング。ネクラマテングどう？ああ、持ってんのか。禁断の回数だから3なのよ。ずっと。ずっと3なの。大当たりだねえな。ジェイさんもやったな。おい、エコヒーキ来たわ。エコヒーキは仲間にしたか？
てかガシャから先やってた方がいいんじゃないこれ。そうだよね。エコーヒーき、みちみき、鬼二人ゲット、肩乗り小僧か。肩乗り小僧いけるな。さあ、さあ今んとこ妖怪が2体。新妖怪が1体ゲット。白いなぁ、白いなぁ、だいぶ。いや、豚骨ですね。俺にて、おしまいですね。今日のところはね、これね。ガシャ3回なんだっちゅうに。少ないなぁ、少ないねぇ。少ないねぇ。リンゴ飴買ってこう、とりあえず。もうガチャの中に汁も、ね、もうズタズタに入っちゃってるから。もう丼もひっくり返って。ガシャの中の豚骨ラーメンだから。えらいこちょ、えらいことよ、もう。あれ、トウモロコシ売ってんの、ここ。え、焼きもろこし買うわ。ねえじゃねえかよ、焼きもろこし。熱々の串焼き。え、串焼き、串焼き売ってるって。いっぱい買っちゃおう。ねえじゃねえかよ、だから詐欺師しかおらん。あ、かき氷だけ売ってる店来た。かき氷おー、もうかき氷のお兄さんしか信じない俺も。